大分市下郡の店舗です。見慣れた看板が水色を基調とする看板に変わっています。ウィーカーズと書かれています。去年全国で保険金の水増し請求などの不祥事が発覚したビッグモーターは今年5月、新会社に事業を引き継ぎウィーカーズとして再出発しました。大分市の大分下郡店では今月4日から看板などの掛け替え工事が始まり、昨日までにこれまでのビッグモーターから新しい看板に変更されました。ウィーカーズでは全国のおよそ250店舗で看板などの掛け替えを進めていて、年内にはすべての店舗で完了する見通しです。伊藤忠商事などの出資により設立された新会社では社員のコンプライアンス研修などを進めているほか、秋には組織風土の改革などを盛り込んだアクションプランを公表する予定です。